はいどうもこんにちは、 J リーグにわかサポーターの良平です。 J2 リーグは第41節が行われました。今回の動画でも注目ゲーム4試合をしっかりと深掘りし、全カードの結果とそれを踏まえての順位表まで確認していこうと思います。この動画を見ていただければ、 J2 の最新順位をはじめとしたリーグの情勢、より J2 リーグを楽しめる内容になっております。ぜひ最後までご覧ください。ついにリーグはラスト1試合、 J2 はクライマックスを迎えつつありますね。それでは早速行ってみましょう。まずは甲府対熊本のゲームから。結果は2対0でホームの甲府が勝利しました。ここまで8戦負けなしとプレーオフ進出、J1 昇格へ向け上り調子の甲府と、前節2位清水をアウェーで撃破し勢いに乗る熊本という注目の対戦カードとなりました。試合展開としては甲府が立ち上がりから積極的なプレス、奪ってからの素早くクリスティアーノ選手へボールを供給し、熊本ディフェンスラインの背後へロングボールを出すなど、そこから攻撃の起点に。対する熊本もプレスに負けじと低い位置からのビルドアップ、そして右ウイングに入った島村選手が中央にポジションを移しながらパスワークに絡むなど、ボールも人も動くアグレッシブなスタイルで対抗し、序盤からお互い決定機を作り合う一進一退の攻防が見られました。熊本は19番島村選手の内に絞る動きがパスワークを活性化させ、甲府はボランチの松本選手がダイレクトでパスを差し込み相手の脅威となっていました。松本選手の守備もそうですが、いやダイレクトパスの精度も高くて素晴らしかったですね。後半に入りお互い交代カードを切って迎えた後半13分、途中出場の鳥海選手が2試合連続ゴールとなる起用に応えるゴールを奪うと、さらにクリスティアーノ選手と交代で投入された宇高選手が裏街道から冷静な切り返しで熊本ゴールを陥れ追加点。まず先制点の鳥海選手はキーパーがボールをこぼした場面でよく反応していましたし、相変わらずの運動量と進出鬼没ぶり。そして宇高選手は、いや39歳とは思えない一瞬のスピードとゴール前での落ち着き、年齢からさすがに最近はトップスピード落ちてきたかなと思いましたが、一気に相手ディフェンダーを抜き去るスピードを見せていて、いや本当に驚きましたね。リーグ戦の得点は7月9日の藤枝戦以来ということで、ここで宇高選手にゴールが生まれたのは甲府にとっては大きいですね。この試合は気温が28度を記録するなど、11月としては異例の暑さで強度が終盤落ちないか心配でしたが、ホームの甲府は1万人を超える観衆の後押しもあり、最後までギアを落とさず試合をクローズ、プレーオフ進出に向けて甲府が貴重な勝ち点3を手にしました。前からのいい守備でショートカウンター、甲府の良さがよく出た試合だったと思います。先ほどもお話しした松本選手や鳥海選手も素晴らしかったですし、右サイドバックの松田選手とかも、いやクロスの精度が高くて得点にも絡み、随所でクオリティの高さを見せていて調子が良さそうでしたね。 ACL と J1 昇格、困難な2つの目標を追いかける甲府ですが、連戦の影響を感じず、むしろ調子は上向き、プレーオフ進出からの J1 昇格も十分狙えるチーム状態かなと思います。続いては清水対大宮のゲーム、結果は4対0でホームの清水が勝利しました。自動昇格の2位死守のために勝利が必要な清水と、奇跡の逆転残留へ、残り2試合勝ち点5差をひっくり返すには勝利するしかない大宮、はいというような構図となりました。どちらも勝ち点3を譲れないクラブ同士の対戦となりましたが、
いや思わぬ大差がついたゲームとなりました。試合展開としては序盤から清水が押し込む展開に。清水の個々のクオリティの前に大宮はボールを奪ってもなかなか前進することができず、すると立ち上がりすぐにサンタナ選手がリフレクションしたボールに素早く反応し左足一閃。重要なゲームで清水が幸先よく先制しました。その後も大宮陣内でゲームを進める清水は、まあ押し込みながらもなかなか追加点が奪えない時間が続きました。前節熊本戦も先制してからしばらくは追加点のチャンスがありながらものにできず逆転負けを喫してしまったことから、前半のいい時間帯のうちに清水としては追加点が欲しい状況でした。すると前半のアディショナルタイム、カルニーヨス選手が待望の追加点。前半の立ち上がり終了間際と清水としては非常に戦いやすい状況を呼び込む得点だったと思います。後半に入ると勝つしかない大宮が動きます。左サイドバックの袴田選手に代えて攻撃的な泉沢選手を投入。袴田選手は前半頭を強くぶつけるアクシデントもあり、まあそれを考慮した交代の意図もあったかもしれませんが、ディフェンダーを下げて攻撃の選手を投入するという捨て身の交代策を早々に打ってきましたね。しかし後半に入っても清水の構成は変わらず、部分的に大宮がチャンスになるシーンもありましたが、終始清水がこのクオリティで圧倒。後半18分に岸本選手、後半23分には乾選手にもゴールが生まれ、終わってみれば4対0の大勝。清水が1年での J1 復帰へあと1勝に迫りました。いやー清水が強かったですね。清水の一人一人のプレーの精度とスピードは、まあ改めて J2 では異次元だなと感じました。そして振り返ってみるとサンタナ選手の、まあ、先制点が大きかったかなと思います。あれで大宮は前がかりにならざるを得ず、清水は隙をついて得点を狙う、まあ、清水が得意とする構図で状況が変わりました。大宮としてはサンタナ選手のゴールはリフレクションのボールをうまくシュートされた感じで、まあ、対応が難しいですね。あれはディフェンダー陣を攻められない失点だったかなと思います。大宮はこの敗戦で21位以下が確定、 J3 で最終順位が決定するまで降格が確定したわけではありませんが、ライセンス未所持の FC 大阪が2位以内を確保するのも難しい状況、 J3 降格がほぼ決まってしまった格好になりました。 J1 で長年活躍してきた大宮が J3 に降格するというのも、まあなんと言いますか、まあ、信じられないまさかの事態となりました。続いてはヴェルディ対栃木のゲーム。結果は1対0でホームのヴェルディが勝利しました。前日に昇格のライバル清水岩田が共に勝利したため、自動昇格のためには引き分けも許されないヴェルディ、1人少ない逆境の展開でしたが劇的ゴールで自動昇格へ望みをつなぐ勝利を収めました。いやー中原選手のフリーキックがすごかったですね。はい、試合展開としてはヴェルディが前半から思うような攻撃をさせてもらえなかったのかなと思いました。栃木の 5-4-1 のブロックの前に攻めあぐね、なかなかボールを前進できず、前半途中から長身の綱島選手を前線に上げて起点とするなど、想定以上に栃木のブロックとプレスに苦しみ、自慢のビルドアップがうまく封じられていたと思います。そんな展開の中、ビルドアップのミスを奪われて前半終了間際に深澤選手が2枚目のイエローカードで退場。勝利しか許されないヴェルディにとっては非常に痛いレッドカードの判定となりました。まあ、これがリーグの序盤や中盤なら守りに入って勝ち点1でよしと
なるんですが、ヴェルディはこの状況で勝たなければいけませんからね。後半に入ると数的有利になった栃木に押し込まれる時間帯が長く、ポスト直撃のシーンもあるなど、かなり苦しい展開となったと思います。しかしヴェルディは全員が集中してゴールを死守、無失点に抑えると、前線では孤立気味になりながらも染野選手がよく起点となり、体を張ってチームを助けていました。染野選手かなり頑張っていましたね。相手ディフェンダー2人に囲まれるシーンもかなり多かったですが、ドリブルからキープ、そしてファウルをもらって攻撃を持続させていました。まあ、これが地味ですがかなりチームを救うプレーかなと思います。そして劣勢の展開が長く続く中、80分にフリーキックから中原選手のビューティフルゴール、1人少ないヴェルディがついにリードを奪いました。いや、中原選手のフリーキック改めてすごすぎましたね。いや、あの展開で決めるなんて、いやもうかっこよすぎと言いますか、いやもう鳥肌もんでしたね。終盤はヴェルディが危なげなくボールをキープし、試合はこのまま終了。勝利が絶対条件の中、一人少ない状況でも果敢にゴールを目指し、ホームのサポーターに勝ち点3を届けました。はい、いやすごい試合でしたね。ヴェルディとしては勝ち点で並ぶジュビロが前日に大量得点で勝利したため、最終節に勝ち点で並んだ場合を考えると、できればヴェルディも大量得点での勝利をしたかったところですが、一人少ない中よく勝ち切ったと思います。これで最終節まで3チームに自動昇格の可能性がある混戦状態は継続、本当に分からなくなりましたね。また最終節の昇格条件などをまとめた動画も出そうかなと思っているので、まあ、気になる方はチャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。続いては群馬対千葉のゲーム。結果は1対2でアウェーの千葉が勝利しました。勝てばプレーオフ進出の決まる千葉と、前々日に甲府が勝利したことでプレーオフの可能性がなくなった群馬、千葉としては絶対に勝たないといけないというわけでもなく、無理をしてでも勝ちに行くか、慎重に試合を進めるか、試合運びの難しい試合でしたが、アウェーで見事な逆転勝利を挙げました。いや、まあ千葉強かったですね。試合展開としてはホームの群馬が白輪選手を中心とした最後尾からのビルドアップで前進、千葉が前からのプレスでショートカウンターを狙う構図。しかし群馬のビルドアップが素晴らしく、千葉のプレスがことごとくかわされる展開に。特に白輪選手のダイレクトパスは見事で、千葉のプレスの間を縫うくさびのパスは特に良かったですね。しかし千葉も高い位置で奪えずとも、しっかりとボールを保持して波状攻撃を展開。群馬はビルドアップでファーストプレスをいなすことには成功していましたが、ファイナルサードでのクオリティが上がらず、前半から千葉が攻勢に出ていたと思います。得点こそなかったものの、前半シュートは群馬の1に対して千葉はなんと15。千葉が圧倒して前半を終えました。しかし先制したのは群馬でした。コーナーキックから最後は中塩選手が流し込み、劣勢の群馬が先制。千葉としては押し気味に進めながら失点となってしまいました。しかしここから千葉は椿選手、福光選手を投入、2枚替えで逆転を狙いに行きます。実際に椿選手、福光選手はかなり効いていたと思いますね。福光選手は随所で効果的なプレー、椿選手はドリブルで相手の脅威になっていました。終盤は左サイドを中心に群馬ディフェンスを崩し、後半32分に田中選手のゴール、そして後半44分には逆転となった PK を誘発。 PK を奪った一連のプレーも、いやー左サイドからでしたね。
PK に関しては最初あの三木選手が蹴りたそうだったんですが、小屋選手が俺が蹴ると言わんばかりにボールを離さず、まあ結局小屋選手が PK を蹴りましたが、まああのプレッシャーのかかる場面で決めた小屋選手はさすがでした。そしてこの試合個人的に小森選手素晴らしかったなと思いました。いや小森選手めちゃくちゃうまいですね。フィニッシュだけでなく組み立てでも貢献できるテクニックの高さが光ってました。左足でも右足でも精度の高いキックができてチャンスを広げるプレーができますし、ポジション取りやシュートまでのプレーも良かったですね。この勝利で千葉は1試合残してのプレーオフ進出が決定、 J1 昇格の可能性を切り開きました。今の千葉の強さであれば本当にプレーオフを勝ち上がって昇格してしまいそうですし、いや千葉はプレーオフの要注目チームとなりますね。最後に他会場の結果と順位表です。金沢対大分は2対2のドロー、いわき対山形は1対3で山形が勝利しました。山形はこれで4連勝、プレーオフ進出へ望みをつなぎました。徳島対藤枝は0対0のドロー、長崎対仙台は2対1で長崎が勝利しました。岩田対水戸は5対0で岩田が大勝、自動昇格争いで得失点差の勝負になる可能性があり、この5得点は大きいですね。山口対町田は0対2で町田が勝利、岡山対秋田は0対2で秋田が勝利しています。順位表です。ついにリーグは残り1試合を残すのみ。まず自動昇格争いは清水、岩田、ヴェルディの三つどもえの争い。清水は勝てば文句なしの自力昇格、岩田は勝利かつ清水が引き分け以下、ヴェルディは勝利かつ清水が引き分け以下かつ岩田の引き分け以下ですかね。まあ、仮に岩田とヴェルディが勝ち点で並んだ場合は得失点差での争いとなりますが、まあ、ことさら岩田の今節5得点が大きいですね。最も条件的に有利なのは清水だと思いますが、最終節どんなドラマが待っているんでしょうか。いやー分かりませんね。そしてプレーオフ争いですが、5位千葉より上位のクラブはすでにプレーオフ進出が確定、残る1枠を甲府、山形、長崎で争う形となりました。特に注目なのがなんと最終節山形対甲府直接対決が残っていること。いやーこの直接対決に勝利した方が自力でのプレーオフ進出を決めることができます。長崎は山形対甲府が引き分けに終わった場合のみプレーオフ進出のチャンスが出てきます。いやプレーオフ争いの直接対決はいやちょっと熱すぎますね。 J1 昇格への可能性はこのように上位8クラブに絞られました。続いてボトムハーフ、今節で大宮の21位、金沢の22位が確定。金沢は J3 降格も決定、大宮は J3 の FC 大阪が2以上に入った場合のみ降格を免れる可能性が、まあ、まだ残ってはいますが非常に望みが薄い状況となっています。1試合を残して残留争いは決着へ。しかし大宮はホームでの最終戦ヴェルディ戦が残っています。最後にホームのサポーターに勝利を届けたいところですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは J2 リーグの話題を中心に取り上げさせていただいています。 J2 リーグをより魅力あるものに、そしてより楽しめるようなコンテンツを配信したいと思っています。ご興味ある方はチャンネル登録、そしていいねボタンも押していただけると励みになります。よろしくお願いします。
それではまた別の動画でお会いしましょう。